皆さん、こんにちは。インスパイのコタです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。今日はですね、こちらです。はい、じゃじゃんということで、ボン。はい、えー、ネックイヤホンスピーカーというものですね、えー、紹介したいなと思うんですけど、 最近ですね、あのクラブハウスっていうものが流行っていまして、まあ、クラブハウスを使うときに、どういうような域、まあ、ですね、えー、ものを揃えればまあいいのかなっていうことで、いろいろ考えていたんですけど、でまあ一つですね、まあ、一番いいのは、やっぱ AirPods Pro。 ですね。を買って、ワイヤレスイヤホン買って耳につけて聞くっていうのが、まあ、一番いいんでしょうけど、僕どうもですね、あのワイヤレスイヤホンの AirPods Pro がですね自分の耳とうまく合わなくて、もちろんなんかこう調節すればいいんでしょうけど、どうもですね、なんかちょっとやっぱ不安なんですよね、こう落ちたらどうしようとかと思って、ちょっと不安でですね、えー、AirPods Max。 え、なんかを使って、こうちゃんとヘッドホンするみたいな形のものをえ使うといいのかなとも思ってたんですけど、まあこれはこれでやっぱり重たいし邪魔だしですね、なんかいいのはないのかなっていうふうに思っていて、で、それで、えっと、例えば普通にこのクラブハウスをですね、このイヤホンなしにえスピーカーホンで聞くっていう方法もあるんだけど、やっぱスピーカーホンだと、その、え、音がですね、やっぱりうまくですね、こう、 伝わらないみたいなんですよね。マイクがやっぱり、この、ついてないから、こ、このマイクでスピーカーフンで話すと、どうもですね、音がちょっとこう、なんていうのかな、歪んでしまうというかですね、うまくいかないらしいんですよ。で、なんかないのかなと思ってて、今回ですね、これにちょっと注目してみたんですね。で、この、いわゆるこう、なんていうんですかね、ネックスピーカーと言われている、 ここに首にこうぶら下げて、ここからスピーカーの音が出るっていうのは、実はいっぱい商品としてあるんですね。で、それは実は僕あんまり興味がなくて、例えばこういうふうにですね、で首にこう当てかけて、で、ここにスピーカーがあるから、ここから音が出てですね、えー、聞くことができるっていうものなんですけど、まあそれは、もちろんこれもできるんだけど、それは実はあんまりですね、えー、こういう風にね、えー、興味がなくて、これがね、いいなと思ったのは、ここのとこにですね、はい、ここのとこに、よいしょ。 ということでここからイヤホンが出せるんですよ。イヤホンが出せる。つまりこれどういうことかっていうと、そのネックスピーカーっていうものと普通のイヤホンっていうものが両方できるんですね。でこういう商品は他にも確かにあるんですよ。あの他のところでもあるんですけどこれ、これがどんなものかっていうのを確かめたくてこれを買ったんですね。でここには、 マイクがついているので、実際このマイクを使って、えー、声を拾ってですね、聞くこともできて、これでスピーカーになるし、マイク音を拾って耳で聞くこともできるし、そしてこれを切り替えることができるので、どっちもね。あの、えー、ということで、えー、この商品をちょっと今回ですね、あの、レビューしていきたいと思います。この先はですね、YouTube メンバーシップの方、月額190円払っている弊社のデイリー会員以上の方はですね、ご覧いただくことができます。 ではですね、細かい設定などですね、実際のものはこの後続けてやっていきたいと思いますのでご覧ください。ではどうぞ。